ちです。こんにちは。こんにちは。チャンネルティオリです。今日は店長がいないので、僕調子悪いので、モモシにレッスンしてもらいたいと思うんですけど、これを週に1本、レッスン企画で、店長抜きで上げていけたらいいなと思ってて、今日は僕の悩みなんですけど、来週から皆さんのね、コメントでいただけたらなと思ってます。お悩みをコメントでいただいたら、モモシがこれやったら教えれそうみたいなのを僕を使ってレッスンしていくと思うので、皆さんもコメントでね、悩みがある方は書いていただければなと思います。なんか私はなんか持論があるわけではないんですけど、アドバイスみたいな感じでできたらなと思ってるので、皆さんコメントしてください。今日は本当に悩んでるのは別にこれではないのですけど、これではないんや、パターなんですけど。そうね、パターやね。まあ、皆さんがね、多分苦手だろう、と思うので、まあ、僕も別に好きなクラブではないですけど、去年ぐらいまでね、ポッコンとか売ってたよね、すごい球出てたりしてたから、フェイスで当たったみたいな球売ってたりして、申しによく笑われたなっていう記憶はあるんですけど、でもあとなんかシャフト、そのウッドのシャフトの選び方をあまり知らないけど、難しいと思う。そういうのはなんか教えてほしいかも。確かに難しいと思う。ウッドのシャフトの選び方って、ドライバーのシャフトとそのまま入れる時もあるやんか、入れてるやん。入れてる。でもあれは先調子やから多分できる。あ、そういうことね。なんか私は逆転してるって言われるもんね、あの硬さとさ、重さがドライバーと。そう、でもドライバー長いから、45.25 で組んでたらあれやけど、46弱ぐらいで作ってるやんか。だからまあ振動数的に1個硬くてもいいかなとは思うけど、SR やもんね、下は。SR で重さは一緒。重さ一緒はちょっと怪しいけど、フリークが怪しいけど、先調子、これも中調子やんか。切っても、シャフトの特性が変わらんから、そのままドライバーと一緒で入れてるけど、結構ガチガチの元調子とか、UB とか 1K ホワイトみたいな元調子とかは、フェアウェイウッドに入れたら柔らかいとこを切り落とすわけやんか。だから硬い、先端の硬いとこだけが残るから、シャフトを手元系が好きなんだったら、この先端剛性が激しくない、なんとなくなだらかなシャフト入れとった方が、だから 1K ホワイト入れてるだったら下は PD にするとか、ディアマの PD にするとか、ちょっとあの GT 入れるとか、中本系やけれども先端がはっきりしてないやつの方がいいかなと思うけどね。ただやっぱ中調子とか先調子の人はもうそのまま入れた方が逆弾は減るよね。そういうのも知らへんから、なんか教えてもらいたいなとは思ってて、で今回何やの悩みは、この3番ウッド、まあ、僕はもう3番ウッドどころか別にクリークとかも打たれへんかったから、今年打てるようになったんですけど、ももしの一言が大きくて。あ、そうなんや。練習場、六甲国際の練習場で朝一緒に回るときに打ってて、プレーンが悪くなった、ドライバーのプレーンが悪くなった球が曲がり始めて、だからそのプレーンを元に戻すために直ドラをしとったんだけど、直ドラできるのにフェアウェイウッド打てへん理由がわからんみたいな感じで言ってきたから、じゃあフェアウェイウッドを直ドラみたいに打とうみたいな、なんか払うの意味が分かってなかったね。あ、なるほどね。フェアウェイウッドなんか払っとったらいいやん、ダフっても滑るんやからみたいな、払うの意味が分かってなかったけど、練習するようになったらやっぱ打ってた、質より量やったと思う、なるほど、考え方が、あ、そういうことねみたいな感じになって、そこからはもう量やと思う、結局練習したら打てるようになるから。でもみんなやっぱさ、当たらんかったら打ちたくないし、ストレス溜まるし、余計ね、打つ回数が減るよな。で、練習戦からコースでここでゴロ打って、70ヤードとかしか飛ばんのやったら5番アイアンで170打っとったら100ヤード前にあるわけ、球が。ってなったら、5番アイアンの方が絶対簡単やし、100ヤード前に行くんやったらそっちで打ったりもするし、これやったら OB になったら終わりやもん、スコア崩れるから、そういった意味でもみんな絶対嫌がると思うけど、まあ、そんな僕でも、打てなかった僕でも打てるようになったので、もしね、今日は皆さんに向けてアドバイスを、まあ、レッスンというよりかアドバイス感覚かな、で、できたらいいかなと思ってます、はい、相当調子悪いので
フェアウェイウッドが苦手な皆さんぐらいの感じで打てると思います。今日はさっきちょっとアップしてたんですけど、ひどかった。右ゴロゴロやったね。じゃあ一回やってもらおうかな。くるくる回したな。回したけどチーピンみたいな。ひどいひどいのだ。もう一回いきます。いつもは230から35とかで、うんうん、持ち球をフェードって感じ。フェードね。ちょっと前から見てもいい？はい。いやー、なんか前から見た感じちょっとハンドレートすぎかなって思ってて。あ、ちょっと、うん、ま、こう真ん中で構えたいっていう意識がありすぎてちょっとレートになってる。うんうん、なんかレートになりすぎてホッコンとか右プッシュとかが出てる気がするから、もう少しだけハンドファーストにできたらゴロと か, なんかそういうミスは絶対減ると思う。じゃあハンドファースト打ってみようか。うん、いい球。うん、いい球。ちょっと返ってこんかったな。うん、でもいい感じには見えたけどな。でもこのハンドファーストもどこまでハンドファーストみたいなよくなるけど、うん、ハンドファーストにしても絶対に、左の股関節にはグリップエンドが向いといてほしい。ここにボールあります。うん、今いつもこれぐらい。そう、ハンドレート真ん中で、うん、真ん中刺してるイメージだったけど、うん、今はこれぐらい。うん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 、これがハンドファーストにって言われて、よくアマチュアの方はこの辺まで行かれてる人がいるんですけど、このグリップエンドが体から外れるっていうのは良くないから、ハンドファーストって言われてもこの左の股関節に向くぐらいの感じ、そう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 、の方が安定すると思う。体から外れたもロフトがな、そう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 、下向くもん、うん、こんな15度とかのクラブだったら、うんうん、でもいい感じになってきたな。まあ、ももすら教科書って感じやもんな、その、うん、基本かもしれへんな。そのアレンジとかはあんまりないけど、基本に戻していくみたいな感じかもしれない。自分で打ってる時は結構感覚派やんか、うんうんうん、人に教えるってなったら結構教科書って感じやな。うんうん、ちょっとハンドファーストで構えて、うん、これ分厚い感じ。どうする、うんうん、いやけど多分あれが普通のハンドレートとかやったらもっとプッシュする気がする。ああ。ちょっとこれも直してほしい。右プッシュ。右プッシュ。右プッシュって実際インアウトが強くなったら右プッシュすると思うんだよな。うん、プレーンが。こう。そう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 。こう出てきたら。そう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 。パーンって落ちるもんな、出球が。そう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 。軸がフェードなのはフェーダーやから仕方ないと思うけど、うんうんうん、フェーダーのプッシュ持ちは怖いな、辛いよな。まあ10年間ぐらいそれとは戦ってるんやけど当たるも当たるようになってきたよね。うんうん、ほんまに調子良くなかったから。で、明日ラウンドなんで。そうやね。助かります。ハンドファーストに構えて、うん、なんかハンドファーストも構えてからハンドファーストにしたら結構どこまででも手が前に行っちゃうんよ。だから構え方もちょっとだけ変えた方がいいかも。で、うん、入るまでってこと。そう、入るルーティーンみたいな入り方。今までこう入ってそこからハンドファーストにしてるよね、うん、じゃなくてそのボール見ながら入って一回休むとか、うん、
あっちが目標までとして、今レオンはハンドファーストにしてって言って、こうやって構えてからこう手を出してると思うねんけど、じゃなくて目標を見ながらこうやって合わせたらちょっとハンドファーストじゃない、うんうん、このこうやって合わせたままこうやって入ってほしい。なるほど。そしたらハンドファーストの位置が変に変わらへんから安定するから、違和感もないもんな。そうそう、ずれへんし、この入り方はそう、ハンドファーストはおすすめ。今までパッて入ってそうこうしとったから、そう、まちまちになるやん。そうそうそう、だからなんかアイアンとかでも今の引くみたいなの出るし、うんうんうん、今抜けたなも出るし、そうそうそう、だから入り方をちょっと工夫したらいいかも。そう、最初に決めちゃうみたいな。多分最初は難しいと思うねんけど、どこに右足は置いてったって言うんだろう。うんうん、え、けど別に右足の置き場所を最初に決めるわけじゃないから、これあ、こっち決めたいだけ。そうそうそう、そっちだって、私もこんなのめっちゃ前に決めよう、うん、視点にしたいだけ、そこをここパーンって合わせて、で、こう構え直して、そう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 、ここ見え方が変わらん、うん、うんうんうん、だからハンドファーストのそうやり方も構え方が結構重要になるから、こうして今までこうしたやん。そうそうそうですね、かぶるもんな、左行きそうやしな、シャフトどこ行ったみたいなわけやんか、こう行って、うん、置いて、そうそう、視点を置きましたってなったら、そう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 、見え方はいつも通りの見え方やから、うん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 、だからハンドファーストにするってなったらその構え方も一緒にしてほしい。 OK、 いい球になったよ。うん、いい球だった。これは両手で入る、片手で入る。別に片手でもいいけど、片手で入ったとしたら、その入ったところでグリップを作らなあかん。ここで、もうこれはもうグリップの形になってる状態だと。いや、こう入っていくんやったら、ここで握りをするって感じ。うん、ああ、そういうことね。そうそうそう、左手が来た時に、ここで。そう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 。でもどう？別に私はもう両手でこうやって入っていく。両手で。ほら、決まりやすいよね。うんうんうん。で、こう、どうなっとっても、結局、形作って、そう。ここで構え直すだけやな。うん。振り遅れてるわ。はい、ハンドファーストで、うん、何やった、ハンドファーストで入り方を気をつけてほしい。ここの形はどういうのかな、そう、足とか、うん、足とかはで、ここでクラブがどうあるべきかっていうのを決めて、そうそうそう、うん、いい球、うん、いい球。あとで230行ってくれれば、うん、行ったでしょう。うんうんうん、こんなもんです。うんうん、でも、良くなったんじゃない。うんうんうん、OK だし、うん、うまいね。そう、だからハンドファーストにしてくださいって言って、構えた状態からハンドファーストにしていく方が多くて、うん、それをすると結構ハンドファーストどこまででも行っちゃうから、そう、だから入り方を決めてから構えに入ってもらった方が絶対確実にハンドファーストができるから、私はその方法もやってほしいなと思う。聞いたら何でも答えてくれるのに、うんうん、結構僕と店長の補佐みたいな形やけど、うんうん、みんなにね、実はすごいんだよみたいなところを見せたかったし、いや、なんか聞いてもらったらなんかアドバイスはできるけど、なんかどこが悪いって言われたら、まず何を悩んでるみたいになっちゃうから、まず普段知らんしね。そうそうそう、だから私は結構聞いてほしいタイプなんよ。だから皆さんにはコメントで結構具体的に書いていただいたらお答えできるかなと思うんで、お願いします。はい、今日がね木曜日だと思うんですけど、うんうん、僕も明日ゴルフやし、モモシに教えてもらった明日ゴルフやし、うん、皆さんもね、明日金曜日練習して週末ゴルフの方にね、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います。
この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。コメントお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。